ュス7世は第251大ローマ教皇カトリック教会の司祭本名ジョルジョバルナバルイジキアラモンティナポレオンと激しく対立して幽閉されるも結果的に欧州外交界において教皇庁の地位を高めることになったルイジキアラモンティは1742年にイタリアのチェゼーナで貴族の家に生まれたラベンナで学び1756年に ベネディクト会に入会した。彼は、同郷の友人であったジョバンニ・ブラスキが教皇職に就くための援助を惜しまず、その功によって教皇ピウス六世となったブラスキからローマの参加リスト修道院委員長、司教、そして数期教に任命された。1799年にピウス六世が没したため、コンクラーベが行われた。 三ヶ月にわたって紛糾した選挙の末に選ばれたのはキアラ・モンティであり、彼は友人であった前任者の名前を引き継いでピウス7世を名乗った。ピウス7世が教皇としてまず取り組まなければならなかったのはカトリック教会と世俗国家の関係修復であった。当時はガリカに住むフェブロニウス主義などが盛んで反教会的な雰囲気が最高潮に達していた。 彼は手始めにフランスの第一失踪であったナポレオン・ボナパルトと折衝を開始し、1801年にコンコルダートを成立させることで、フランス革命以来断絶していたフランス政府とカトリック教会の関係が公式に修復された。彼の外交面での成功には、右腕となった数機教、エルコール・コンサルビの働きが大きかった。しかし1804年に、 ナポレオンの大官式に招かれてフランスを訪れたピウス7世は政府が教会を支配するシステムが確立していることに愕然としナポレオンが教皇の権威を政治的に利用している現実に直面したこの時のピウス7世の心情はジャック・ルイ・ダビッドの傑作ナポレオンの大官でナポレオンの後ろに座っているピウス7世の渋い表情によく表されている以後 教会を利用し尽くそうとするナポレオンと教皇の関係は急速に悪化し、ナポレオンが教皇領を摂取するに及んでピウス7世はナポレオンを破門。1809年、ナポレオンはこれに応えてピウス7世を北イタリアのサボーナに監禁した。ナポレオン退位後、1814年にようやくローマへ戻った教皇を市民は頑固を持って迎えた。 ピュース7世と教皇庁の地位はヨーロッパ諸国においても認知されるものとなり、ウィーン会議では教皇領の復活が認められた。ピュース7世は23年の在位期間において1814年のイエズス会の復興、ロシアとプロシアとのコンコルダートの締結など多くの成果を残した。ピュース7世は 任期の前半においてナポレオンと激しく対立したが、ナポレオン没落後は一族をローマにかくまったり、臨重のナポレオンのために、セントヘルナ島に司祭を派遣したりする粋な一面も見せている。ありがとうございます。